まあ、焼酎の、まあ、作る工程、まあ、初めに米作りから栽培をしております。この辺が球磨川流域の最上流ということで、良質な水と盆地寒暖差もあるので、まあ、米作りには最適な場所で、米を作って、焼酎作りに役立てています。まあ、昭和50年前後で、樽貯蔵を始めまして、まあ、最初は5樽ぐらいから始めたんですけども、で今だいたい1300樽で熟成をしています。まあ、主に、ここにあるのが、まあ、シェリーダルとブランデダルで貯蔵してまして、やっぱり味わいと香りをバランスを取るのがこの2つをブレンドすることによって、まあ樽の華やかさとうまみを融合させるっていうことができたので、2つの樽が主に使っている樽です。日本の、水菜の樽、桜の樽、まあ、栗の樽とかを使ってまして、まあ、その樽によって、まあ、味わいの変わるので、それを楽しんでいただいているというところですね。まあ、最初は新しい樽、新樽で、貯蔵を始めたわけなんですけども、どうしても新しい樽だけだと最初の独特の苦味とかが出てしまうので、貯蔵してそういうまろやかさとかが出る樽はないかなといろいろ試した結果、シェリーダルとブランデダルに行き着いたわけなんですけども、ちょっといろんな樽で試してみようっていうふうになって、まあ、桜の樽は、まあ、この地元が桜の名所っていうのもありまして、で地元産の桜での樽を作っているってことを聞いて、この地域性と合うなというふうに思いまして、桜の樽で寝かせようというふうにしたのが初めですね。まあ、いろんな樽を使うことによってちょっと可能性を大きくして、まあ、焼酎全体の、ね、可能性も広がればなと思うところです今。はい。